去年あたりからなんか巷でいろいろこう噂になってるものがあるっていうような話聞いたんですけど、それについてお話をお願いしたいんですけど。巷で噂の、はい、巷で噂の、それはズバリ、まあ、プロテインですかね、うん、要は高タンパク質な食品だとか、まあ、プロテインそのものであったりとか、まあ、これ多分こう、まあ、ダイエット目的だとか、体にとってタンパク質を取ることで、いいことがたくさんあるよっていうのがやっとこう世間が気づいてブームになってるのかなっていうのがあると思うんですけど、まあ、これ僕ら当たり前のように、ね、もう何十年も前から取ってるし、まあ、ダイエットになればこう高タンパクで、低脂肪ですよね、っていうのはもう当たり前でやってきてるんですけど、やっぱこれ今更こんなことをブームになるっていうのがそもそもおかしいですよね。やっぱりね、僕が思うにこう情報を発信する、まあ、特にマスコミですよね、が例えば今まで散々いろんななんとかダイエットなんとかダイエットってやってきてるんですよね。でも最終的にたどり着くの結局そこじゃないですか。これもっと早く本来は情報発信する側としては気づかなきゃいけないと思うんですよ、こんなことは。で、まあやっぱりダイエットのこうプロっていうのは僕らじゃないですか。どう見てもね、筋肉を落とさずに、脂肪をどんどん削って、まあ僕らの場合はちょっともう不自然なぐらいまで脂肪を落としますけども、これっていうのはもう僕いつも言いますけど、どんなダイエットする方にも、当てはまることなんで、普通にねトレーニングしてない女性でもやっぱ筋肉を落とさずに脂肪だけを落としていくって、これは当たり前のことなんで、これに対してこうやっぱ高タンパクのものが大事なんだっていうのが、まあ、なんか僕はちょっと呆れますね、今更かよっていう。なんでやっぱりこう、まあそれはビジネスが絡んでるのかもしれないですけどね、何々ダイエット何々ダイエットっていうのはね、これはもういい加減皆さんもこう今後ね出てきてもやっぱりこう次の日スーパーで売り切れるじゃないですか、なんとかダイエットって言えばね。でこれ結構僕びっくりするんですけど、僕の周りの人たちでもそういうダイエットがあると、僕と普段接してるのにああいうダイエットあるらしいよって言ってくるんですよそれぐらいやっぱりね、テレビのこう影響力とかって大きいので、なんかやっぱりこう、ね、もっとこう本当に本物、ね、役に立つ情報っていうのをこう出していかないと、うん、なんかちょっとその辺は最近特に思いましたね。